第四代バイロン男爵による会が、鹿のいる公園の風景。第四代バイロン男爵ウィリアム・バイロンは、イギリスの貴族、政治家。詩人の、第六代バイロン男爵ジョージ・ゴードン・バイロンの、父方の祖祖父にあたる。第三代バイロン男爵ウィリアム・バイロンと一人目の、妻ペネロープ・チャーワースの息子として、1670年1月4日に、生まれた。 1695年11月13日に父が死去すると、バイロン男爵の爵位を継承した。トーリー党に所属し、1708年まで、アン女王の王杯ジョージ・オブ・デンマークの進出自重を務めた。1736年8月8日に死去、長男ウィリアムが爵位を継承した。1703年2月、メアリー・エジャートンと結婚したが、メアリーは、 結婚から6週間後に天然痘で死去した。1706年12月19日、フランシス・ウィルヘルミナ・ベンティンクと再婚した。バイロン男爵夫人、フランシス・バイロンの肖像画、ウィリアム・ホガース作、1736年、1720年12月3日、フランシス・バークリーと再婚、後何日常を設けた。ありがとうございます。